元グラドル、森下千里氏の選挙ダイエット投稿。元宝塚女優が、不快感国民を愚弄しないで。衆院選で比例代表東北ブロックから初当選を果たした元グラビアアイドルの自民党森下千里氏43が、選挙後の SNS 投稿で賛否を呼んでいます。7日、森下氏は自身のインスタグラムを更新し、先週は地元で活動、いろいろなところに顔出させていただきました。痩せたねえと心配していただきます。選挙はダイエット効果もあるようですと、ユーモアを交えながら選挙戦の苦労を語りました。投稿の最後には、地元の美味しいものをしっかり食べてエネルギー補給をする意気込みも綴られています。この投稿がメディアに取り上げられると、ネット上では賛否の声が上がりました。特に目立ったのは、宝塚歌劇団出身の女優マリア優子氏64の反発でした。マリア氏は8日までに自身の XQ ツイッターを更新し、ふざけないでほしいと強い不快感を示しました。今すぐに国会議員を辞めてほしい。本当に、もうこれ以上、国民を苦労しないでくださいとの訴えは、多くの支持を集めることとなりました。森下氏は、前回の衆院選で宮城5区から出馬しましたが、立憲民主党の安住敦史前国対委員長に敗れ、涙を見せる場面がありました。その際には、彼女が辻田地区委員と自称して、街頭演説を行い、落選後も宮城県内での活動を続けていましたが、今回は比例東北ブロックの比例単独候補として当選を果たしました。選挙戦の中での活動や苦労を軽やかに語る一方で、SNS 上での発言がこのような反響を呼ぶことは、政治家としての資質や国民との関係性に影響を及ぼすことが予想されます。政治家は公人としての責任や発言に対する影響を十分に考慮する必要があります。森下氏のユーモアを交えた発言に対する批判は、彼女が国民の期待を裏切るものであるとの見解を反映しています。このような状況は、政治家が選挙活動においてどのように発信するか、またその発信がどのように受け取られるかという点においても重要な教訓を与えています。SNS は政治家と有権者が直接つながる重要な手段として機能していますが、一方でその発言が思わぬ反響を呼ぶリスクも伴っています。森下氏の今後の活動がどのように展開されていくのか、また彼女が政治家として国民の信頼を得るためにどのような方針を取るのか、注目が集まるところです。